はい、こんにちは。札幌占い美容室、ただいま柏の後藤です。ちょっと見えづらいかもしれないですね。今ちょっとパツって切られた僕にちょっと飽きちゃったということなので、少し内にこうシュッと入る感じに若干ダウンを入れていきたいっていうことです。で、ちょっと内に収まる感じに、ちょっとこの辺顔周りにシャギを入れたスタイルにちょっと変えていきたいっていう感じですね。このボブが伸びたスタイルをちょっと変えます。トーンを今より暗くするしながら、ブリッジとかは一切使わないでグレージュ風なカラーをちょっと作っていきたい。ただ暗くするだけじゃなくて、ちょっと違ったアプローチで、デザインを作っていきたいということなので、ちょっとねこの動画で暗い色って分かるかどうか分かんないんですけど、少しコントラストをつけて、まあ、8トーンぐらいで、今がだいたいトーンでいうと10から11ぐらいのトーンなので、これが8トーン7トーンぐらいのあたりでコントラストをつけて、ちょっとおしゃれに柔らかい感じで作りたいと思います。で、時間1時間半でやっていきますので、ちょっと今日スタートも遅いので1時間半以内に収めます。そこでちょっとこのままカットしたいところなんですが、時間がないのでカラーを先にちょっとさせてもらって、それから、最後カットを入っていくっていうような流れにしていきます。けどいいですか。はい、という感じで、やっていきたいなと思います。シンプルに作ってます。で、あとは、まあ、最近好きなのが、まあ、今更なんですけど、これを1対1だけです。それに今回オキシちょっと多めに入れてるのが、染料がちょっと濃いのでオキシ 1.5 倍にしております。それに対して、これ一発塗りするんですけども、ムササビトリートメントを 5% 入れます。これにムササビのこちらですね、ムササビトリートメントをトリートメントっていう形で 5% 入れます。でこれ混ぜて使ってあげるとトリートメントという形になったり、あとは頭皮がちょっと染みづらかったりするので、ムササビ混ぜることによって変わります。あとパーマイキに混ぜたりもしたり、あとスプレーヤーに混ぜて、バイゾリ剤っていう形も使ったりできます。では塗っていきますね。はい、もう一発で塗っていきます。コームワープさせながら、今これなんでこうやってやってるかっていうと、縦にこう筋状にこう入れてるような感じですね。そうすることによって伸びてきた時のつながりがより綺麗になるので、まあ、軽いウィービングを入れてるような感覚でできます。こうですね、こんな感じに、はい、毛先は後でもう一回ちょっと塗るんですけども、でそうするとまず何がいいかっていうと、根元が染みないというか根元につかないので、アレルギーとかちょっとある方とかもこういう感じであればできるかなと思いますね。で体の位置を、しっかりこうずらしていった方がこの際まで綺麗に塗れますので、体の位置を意識してやってください。こういう感じですね。はい、はい、そういう感じです。だいたい今3センチ幅ぐらいで塗っていっています。あれ、ラベンダー、あ、ちょうど旬の時、すごい綺麗だよね。はい、蜂すごくない？蜂ラベンダー、蜂めっちゃいない？めっちゃいましたね。しかもでかいっていう。そうだよね、結構でかいよね。そうだ、これ北海道以外の方はラベンダー、富良野のラベンダー見に行く方いるかもしれないんですけど、結構蜂すごいんで皆さん気をつけてください。あんまり攻撃性もないよね。ないけど怖いよね、結構刺されんじゃねえかって思って。毎年行くの？毎年欠かさず行きます。そうなの、花好きなの。花好きだし、あとラベンダーソフトとか美味しいものもたくさんあるので。なるほど、ラベンダーソフト。なんかおすすめのやつありますか？おすすめ、めちゃめちゃプラノで、おすすめ道の駅、プラノ道の駅なかったっけ？道の駅もありますね。あんまりおすすめじゃない。まだ行ったことなくて。はいはい、
ム富田っていう、ファーム富田、すごい有名な、それはラベンダーのところかい？あ、そうですね、ファーム富田ね行ったことないかも、ファーム富田すごいなんか人気で、観光客の方ほとんどそっちに行ってましたね、はい、私も行きました。駐車場止まれなそうだね。あ、待ちますね駐車場は結構待つ、待ちました。あ、そうなんだ大変だね。でも美味しいものすごい多いですね。フラノメロンとかおすすめですね。フラノ、あ、フラノのメロンね。メロン、夕張メロン有名だけどフラノのメロンもあるからね。もうなんか負けないぐらいすごい美味しい。あれ赤いんだっけね。青、赤じゃないのかな。赤ですね。あ、うん、赤身だったんだ。じゃあ夕張のメロンとちょっと同じ感じですね。北海道の人もって言うから行くもんね。今なんか麺を食べ放題とかやってるんですよ。どんだけ食えんだろ麺を食べ放題ってさ、結構なあれじゃね。一旦食べたらもうお腹いっぱいになりそうだけど、なんかさ、オータムフェスタとかで行くとさ、メロンの半分にさ、ソフトクリームも買ってるやつがあるよ。たまに有名ですよね。大体行きたいんだよな。あれ美味しいですよ。現地で食べましたけど。あ、あれ食べたの？はい、夕張にあるんですよ。うわー、めっちゃ美味しかった。お腹いっぱいになんない？もうなんかあれで一食みたいな感じです。すごいボリュームが。いけるよね。いけますか？一食分になるよね。完全一食分だよね。結構メロンってお腹にたまりますからね。確かに、ちょっとね。うん、食べたいな見るからにね、たださ、メロンにさ、ソフトクリームもかかってるだけだけどさ、食いたいよねシンプルなのに。めっちゃシンプルだけどすごいよね。最近も新しい、技術が結構、ちょっと目白押しなんで、まだちょっとね、全然発信ができてないんですけど、例えば最近であれば、リストカールっていうので、ストカールのちょっと変形バージョンですね。リストカールっていうので髪のダメージをちょっと抑えながらですね、やる超簡単な、方法ですね。はい、でリストカールに関してはデジタルパワーの機械とかもちょっとそんな内容がちょっとあんまり今言えないですけど、まあいいや、そんな感じです。あと、今日もちょっと使いますけどピールメッシュとか、いろんな方法が、まあ、動画にアップしてない部分もたくさんあるので、まあ、LINE 登録だったりとかいろいろしてみてください。で根元の方は、プラスする必要はなくて、根元はこの方がボケてるので毛先だけちょっとプラスして、ここでお時間をちょっと置いていきたいと思います。シャンプーしてきたところです。でここからドライカット入るので一回乾かします。でその前にヘナウォーターとヘナジェルをつけていきます。でこちらリニューアルをさせていただいて、ちょっと癖が取れるもの、それから、少しオーガニックのオイルをちょっと入れまして、仕上がりがちょっとしっとりするような形にしたのと、質感をちょっと少し変えました。だいぶ使いやすくなってるかなと思います。で、ウォーターとジェル、これ2つつけることによって、トリートメント自体が強化しますのでつけます。でジェルとかはね、特にパーマの自然乾燥とかでも生徒剤としても使えるので、このトリートメントぜひボリューム出たりとか癖が取れるっていうようなものになります。ウォーターからまずつけていきます。コテ巻いたりする前とかに、このウォーターとか結構良かったりとかしますね。で朝起きた時の寝癖直しにも使えるので、はい、つけて、で、あ、この風だ、鏡が今揺れてるんではい、ジェルつけます。ジェル、はい、ジェルこんな感じ。
はい、これで、毛髪の強化ができます。毎日使うことで、癖が収まってきて扱いやすくなるっていうのが、まあ、目的です。これで一回乾かしてドライカットしていきたいと思います。